やりたいのね、ネバーランド。今、人相が悪そうな人を探してるネバーランド。安全安心アンバサダーの移植者であります。警察本部森島誠一生活安全部長からご挨拶申し上げます。今日はネバール君の茨城安全安心アンバサダー移植式、ようこそおいでいただきました。アンバサダーというのは大使という意味です。いろんなことで安心安全明るい社会づくりとのでもいろんなお話をしていただけることを楽しみています。素晴らしい体制になれるんじゃないかなと思っています。茨城安全安心アンバサダーに移植します。はい、ありがとうございます。粘る君、受け取ってください。全然受け取れないですね、粘る。大丈夫ですか？はい、受け取ります。受け取りました。でもありがとうございます。 ありがとうございます。こんな感じね、僕はやっぱちょっと左目、眼球スリスリ引っかかってるね、今ね。ネバール君、犯人です。で、私は被害者です。騙される方ですね。はい、ネバよ。田中ですけど。あ、お母ちゃんネバか。俺ネバ、俺ネバよ。え、一郎かい？電車の中でカバンを盗まれちゃったね、今ね。これがですね、イチローから言われてた500万円なんですけど、これでイチロー君はクビにならなくて済みますね、ばだから。じゃあこの500万よろしくお願いいたします。ダメです、引っかかっちゃう。だからこういうのがあるからみんな引っかかんないでねばっていう。ファンとしてはすごい嬉しいですね。はい、だからもっとこう活躍してほしいなって思います。皆さんの後輩意識ちゃんと持ってねばよ。納豆食べるときちょこっと考えてもいいねばだし、納豆糸でつながってるみんなでそういう話をしてねばー、はい、悪いやついたらすぐ逮捕しちゃうねばだからね。そうですよね、ネバールね。もう悪そうな顔してたらもう逮捕ねばか。そうですね。